ボタン押すときドキドキしちゃった。電話にしようかとも思ったけど、やっぱり顔見てお話ししたいなって思って。ううん、そういうわけじゃなくて近況報告みたいな。最近どうしてるかなって思って。あ、もしかして今忙しい？イベントか。東京はいろんなイベントいっぱいやってそうだね。今のところなしかな。面白そうなイベントはいくつかあったんだけど、どのイベントも微妙にみんなの予定が合わなくて見送りになっちゃった。うん、だから今は充電期間ってことで曲作りをしたり新しいダンスを考えたりしてるよ。あと、せっかく時間があるんだからライブや練習で勉強が遅れがちな人は今のうちに取り戻せって勉強会やったりしてる。そういえば虹ヶ崎のみんなはグループじゃなくてソロ活動なんだよね。そうか。ってことはイベントに出るときも9人全員が出るとは限らないんだ。へえ。でも歌うのも踊るのも全部一人なんだよね。それってどんな感じなんだろう。ちょこっとやったことないから気になる。そうかな。私にできるかな。